僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。今日は何して遊ぼうか、空にはお日様、僕らのことを待っている。繰り返す毎日の2018年7月2日月曜日、観光情報番組読谷ラジオ、本日ナビゲーターを務めるのははじめちゃんこと山内はじめでございます。皆様おはようございます。まあ昨日のですね、本当に台風ね、なんか久々にですね、長時間直撃したなという風な、まあ印象をですね私は覚えているわけでございますが、まだね、僕息の方はですね、解除されてないようですが、いやー結構ノロノロのね、台風で、ちょうど先週の金曜日ですか、金曜日の朝本当にパッとできて、そこからね2日間にかけて、まあ、沖縄本島近く与那国、あ与那久米島でしたかね、のあたりをね、通過しているという形でございます。まあ今こちら読谷村ではね多少、まあ、夜よりは、収まった形にはなっておりますが、それでもですね、やっぱり曇りっていうのはね、大きく、まあ、晴れ間っていうわけにはね、いきませんね、なのでもうちょっとね、時間がかかるのかなということでございます。でまあそれに伴ってですね、やはり週末でしたのでね、これを日曜日にね、合わせて、まあ、帰る予定の方々もね多くいらっしゃったと思います。まあ、週末ね日曜日に帰ってまた月曜日からお仕事というふうにね予定を組まれていた方もね、多くいるということで、なかなかこの、まあ、予定通りに行かず、チケットね、航空チケットの、ね、振り替えなどでね、朝から、キャンセル待ちなどでね、空港の方にいらっしゃるという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとね災難にはなっていますがね、まあ、そのおかげでといったら変ですけど、それによってまたね、普段ね長時間いるメンバーじゃなかったり、という形でですね、いろんなお話もしかしたらできていて、まあ良かったなっていうふうにね、思った方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。もちろんご家族でね、長時間一緒のところにいるわけですからね、ずっと無言っていうのはね結構きつかったりするのでね、自然に話ができて、盛り上がったりしてね、まあこれはこれで思い出ができたんじゃないかなというふうにね、思いますね。まあ私
っとね、昨日の1時からですか、災害放送という形でね、やっておりましたが、その中でもね、結構ね僕とね、たっちゃんとゆうでね、結構話をして盛り上がったところもあったのでね、それはそれでまた思い出になったかなということでね、思いますね。ぜひね、皆さんがちょっとね苦しい思い出ではなくてね、楽しい思い出にもなっていればなというふうにね、この台風思いますね。本日はじめちゃんが1時間お届けいたします。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは本日のドライビングナンバーお届けしましょう。H2O で思い出がいっぱい。さあ本日のドライビングナンバーお届けしました。 H2O で思い出がいっぱい。皆さんも、昨日の台風思い出いっぱいできましたか？続いてはお天気。
それではですね、本日、2日、ね、沖縄気象台発表の天気予報をお届けしたいと思います。7月2日、5時45分現在ですね、沖縄気象台発表、本島中南部、本島北部では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意してください。沖縄本島地方では暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。沖縄地方は台風第7号の影響で曇りや雨の天気となっております。2日の沖縄地方は台風や湿った空気の影響で曇りや雨で、沖縄本島地方では昼前にかけて非常に激しい雨が降り、大荒れの天気となるでしょうということでございますね。まだ台風がね完全に抜けてないということで、様々なね、余波という形でですね、まあ天候の変化も考えられる状態でございますね。村内の学校は本日はで、1日お休みという形でね、先ほどイモーニングの中で発表されておりましたね。なのでまあ出歩く際にはですね、本当に十分注意していただきたいなというふうに思いますね。まあ、お子さんたちはね、ちょっと休みになったということで、ね、もしかしたら喜んでいるかもしれませんがね、まあ大人の方はね、その後の後片付けとかいうのもねちょっと考えて、いるとちょっと億劫になる一日ではないかなというふうに思いますね。さあ、本島中南部のですね、天気予報ですね、南の風非常に強く、後南西の風やや強く雨、夜は曇りところにより朝から昼前で、雷を伴い非常に激しく降るということでございます。波が本当に高いですね。8メートルから後4メートル、うねりを伴っております。降水確率は、午前中が 90%、午後 90%、夜ですね18時以降が 40% という形で、予報の方出ております。本当に、日中のですね、動く時間帯は雨に、なるのかなという形でございますので、動く際にはね、そちらね、まあ、雨がっとか傘などをねしっかり持ってお出かけになってください。日中の最高気温が那覇で30度の予定でございます。さあこちらね、読谷村の風速などはどうなっているんでしょうか。測定時間が9時でですね、北の風 17.9 メートル最大風速観測しておりますね。27.2 度の、ね、最高気温ということで、湿度もだいぶ高いです。 91%、なので、ジメジメした、暑さになりますのでね、これからお出かけする際にはね、十分ケアの方していただければなと思います。結構ね、まあ台風ということで缶詰にですね、なった方々が多いと思いますのでね、少しね体を動かしながらね、外に出るっていうのもね、全然ありなんですけどね、なかなか、その後ね、どこに出かけようかっていうふうにね、思っていたりする方もね、多いんじゃないかなというふうに思います。さ、本日はですね、このメッセージも受け付けするんですがね、ちょっとね、まあ、災害という形でですね、このまあ台風に関する情報もね、合わせて、募集しようかなというふうに思っておりますのでね、被害がないあったという形でね、ちょっと気をつけていただきたいというのをね共有したいですので、ぜひね、ここ通るとき、気をつけた方がいいよというね、メッセージなどもいただければなと思います。メールアドレス FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp、 もう一度言いましょう。 FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp、 懸命に読みたんラジオ、と入れてくださいね。メッセージ読ませて、いただきますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。さあ続いては、ね、予備団何でも調査団のコーナーでございます。ちょっとね、不運な観光客の方をご紹介。
やめた、なんでも調査だんだんだん。読谷なんでも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団のコーナーでございます。さあ皆さんもね、知っての通りね、先ほどからご案内してます台風7号ね、どういった影響があったでしょうか。そのままですね、予定を切り上げて前倒しでね、帰ったという方もいらっしゃると思いますし、乗れなくてそのままキャンセル待ちという形でね、もしかしたら過ごしている方もいらっしゃると思います。で先日、昨日ですね、FM 読みたんに、そういった、ね、本当に暴風域に入る前にですね、遊びに来ていただいた方々がいらっしゃいます。なんとその方の不幸が、ね、訪れたということでね、本当に、打ち当たりする方が多いんじゃないでしょうかね。打ち当たり、沖縄の方言でね、共感という形でね、する方本日多いんじゃないかなというふうに思います。それではお聞きください。どうぞ。読谷なんでも調査団はじめちゃんでございます。本日はですね、なんと FM 読谷に観光客の方がね来ていただいているんですが、なんとこの方々台風で帰れなくなったそうでございます。それでは自己紹介お願いします。FM 読谷ファンクラブ関東支部のみえりんです。はい、みえりんさんとカオルです。はい、よろしくお願いします。はい、本日、朝はね、読谷ラジにもご出演されたんですかね。そうですね、あけぼうさんとね、ところでやった後、ちょっと時間を潰してふとあの、携帯を見たら、全便欠航だったと全便欠航に変わりました。明日どうするご予定ですか。明日は多分飛行機がキャンセルを待っても間に合わないと思いますので、明日一日遊びたいと思います。もう遊びに切り替わるそうなんですがまあちょっと思わぬあの、延長の、になりましたが、ちょっと大変ですね。そうですね、いつ帰れるかちょっとわからないので、本当にね、いつ帰れるかわからない、わからない。1週間の滞在になりました。1週間の滞在になったということでございます。何かあのね、ミリーさん、あのあれって言ってませんでした、7月からは新職場。そう、そうなんです。3日から初出勤なんで、とてもやばい状態に入ってますね、もうちょっとやばい状態に入ってるということですがね、そんなのも気にせずちょっと忘れてね、遊ぼうという形になっているようでございますが、ちなみに今日のお宿はどちらをご予定ですか。ノアハウスさんです。ノアハウスさん、あけぼんさんの、よろしくお願いします。はい、ね、お隣には一応ね、あけぼんさんもいらっしゃるのでノアハウスにね、今日はご宿泊ということで、OK サイン出てますね。 OK サイン出てます。はい、ということでございますので、ね、こういうふうに観光でちょっとね、延長したい方っていうことは他にもねいらっしゃると思いますので、ね、そういった方はまたノアハウスに連絡していただければなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、こういった経験は初めてですか。初めてですね。今までそういう帰れないのは初めてです。結構沖縄は長い、多いですよね。多いですね。それでも初めてだった。初めてですね。行きの台風の影響はありましたけど。あ、行きもあったんですか。以前ですね、リピートできなかったんですよ。着陸できなかったっていうのもあります。着陸できなくて以前、今回ではなくて以前、そういった経験はあったという形ですが、14時間かかりました来るのに14時間かかってきたこともあります。はい、ね、沖縄はちょっとね神秘的な島になっておりますね。なので、ね、皆さんもこの時期に来られるときぜひ注意していただきたい。ぜひ気をつけてください。はい、はい、本日、これからちょっと、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。Thank you.
さあお聞きいただきましたね、FM ミューターファンクラブのですね関東支部の、ミエリンさんたちのねお声でございましたが、日曜日にですね、同じこのね時間帯の読みラジにね、サテライトで出演をされた後ですねちょっとねこの本スタジオの方に寄っていたら慌てて、携帯の方をね、漁っていたので何事かなというふうにね、ちょっと聞いたら全部機構が出ていたということで大変になっているということでね、おっしゃっていましたね。でね、まあインタビューの中でもございましたがね、もうこの帰れなくなるっていうのね、今回初めてだったという形でございます。結構意外にね、沖縄ね何度も来られた方でもねこの台風で帰れなくなったっていう方はね、意外にもしかしたら今回初めてっていう方も多かったんじゃないでしょうかね。突発的なものだった上にですねちょっとなかなか対処ができなかったっていうのも、ありますのでね、まあミリさんたちはね、FM あ失礼しました、アケボンさんがね、経営するお宿ね、ノアハウスに、ね、ご宿泊されたということでございますのでね、ぜひ、まあ、これから頑張っていただきたい、ね、朝からね一応キャンセル待ち並ぼうかなということでね、案内考えてるという話でねありましたね。で本日ですねこちらね、紫村サテライトから通常この読みラジ読みたんラジオを放送しているんですが、本日はですね、FM 読みたん本スタジオの方からで、ちょっと放送の方をしております。で紫村の状況もちょっと気になるので、ご案内しましょう。Facebook の方でですね、ちょっと情報公開されておりますね。まあ、ハイタイ紫村の看板娘自称釜吉さん、本日の営業ですが台風7号の影響で園内は安全確認後10時の開園を予定しております。本日の、園内の体験等はですね開園はですね10時、この後10時を予定しております。一部体験工房によっては、休みになりますので、ご了承いただきたいと思いますね。まあお客様へはご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解のほどよろしくお願いいたしますということでね、098-958-1111、098-958-1が4つで、ね、竹本国紫村つながりますのでね、予定していた方々、ね、ご連絡していただきたいなというふうに思います。まあね、この台風の影響ということでまだちょっとね、どこまで今回被害があったっていうのをね私の方でも把握できてないところはあるんですが、紫村さんはですねこの後10時から開園の方を予定しているという形でございます。結構ね激しいね雨風だったのでですね、まあ安全確認にね時間がかかるという形でございましょう。まあもちろんね安全が確認されてないねところにねお客様はねご案内するわけにはいかないです。当たり前ですがね、そちらをねまあご理解していただければなというふうに思います。でね、まあ台風7号に関するお知らせというのもね、またこの後の30分のね、番組のところでやっていこうかなというふうに思いますが、ぜひね、今ね、まあホテルの中という方はね、もうちょっとね我慢していただければいいかなと思いますが、チェックアウトなどをねされて外に出られる方々ね、ぜひ、まあ車ね滑りやすくなっておりますレンタカーね、で運転する際にはですね、まあ沖縄の道路石灰岩がね使用されていることから、本当に滑りやすいというふうにね言われております。なので、まあ雨がねまた降った、もう本当に路面が本当に濡れた状態ですので、スピードの出しすぎっていうのはね、絶対やめてください。また車間距離もですね、十分取っていただいて、旅先での事故というのがね、ないようによろしくお願いいたします。まあ村内のですね、カメラというのもね、交通カメラっていうのもねこちら、本スタジオの方にはあるんですが、やっぱり車の方もね、少しずつ
まあ、活発と言いましょうか、流れている形でございますのでね、ぜひドライバーの皆様安全運転を心がけてですね、ゆっくりね、まあ、運転の方していただければなというふうに思います。もうね、台風でね、ちょっとこのまあ缶詰にあってから、まあ、うさばらしっていうとね、語弊がありますけどね、ちょっとね、イライラしたね、気持ちっていうのもね、あると思いますがね、そういったものをね、運転に出さないようにですね、ゆとりのある状態でですね、運転していただければなと思います。読谷村のですね、まあ、大湾の方はですね、今スムーズに、流れておりますね、なのでぜひ、ちょっとスピードがね、出しすぎの、まあ、出しすぎがね、出ていく、ね、ドライバーの皆さんもちょっと多いかと思いますが、ぜひね、安全運転でよろしくお願いいたします。時刻は9時30分を回ったところでございます。観光情報番組読谷ラジオ、通常であればこの時間はですね、読谷スポーツインフォメーションのコーナーですが、ちょっと一部内容を変えてですね、台風7号に関するお知らせの方をさせていただきます。台風7号、こちらに関する沖縄、地方の気象情報改めて お伝えしたいと思います。7月2日7時24分沖縄気象台発表されております。本島中南部に土砂災害警報情報を、
失礼します、土砂災害警報の、警戒情報を発表しました。土砂災害に厳重に警戒してください。また沖縄本島地方では引き続き暴風や高波、土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水、氾濫にも警戒が必要です。台風第7号の現況ですが、2日6時には、久米島の約、北約50キロの、方にありまして、1時間においておよそ20キロの速さで、北へ進んでおります。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルとなっております。中心のですね、南東側は150キロ以内と、北西側60キロ以内ではね、風速25メートル以上のですね暴風となっておりますということでございます。ぜひね、気をつけていただきたいと思います。まあちょっとねこの予備炭素現在、風の方は少し収まっているようにね、思いますがね、これからまたちょっとね、影響が残るということでございますのでね、この後も引き続き警戒を強めていただきたいなと思います。暴風強風ですが、台風7号の影響でですね猛烈な風が吹く見込みです。不要な外出は避け、2日昼過ぎまで、暴風に、厳重に警戒してくださいということでございます。2日、ね予想される本島最大風速が、45メートル、失礼しました、予想される最大風速が30メートル、最大瞬間風速が45メートルとなります。またね翌日明日ですね、3日もですね本島地方、最大風速13メートルを、記録する見込みでございます。最大瞬間風速もですね25メートルとちょっと強い風が残ったままになりそうだということでございますので、ぜひね、この後も十分注意していただきたいと思います。その他にも、高波やですね、大雨、雷、突風などがね、警報の方出ております。で3日の、2日ですね、本日、波は8メートルの予報、いずれもうねりを伴うということでございます。3日は、ね、4メートルという形ですね。ぜひ、河川、まあね、海岸なども、ね近づく予定があるという方、十分注意していただきながら、まあ、できればね、こういった時にはですね、もう海岸付近などにはね、行かないで、ぜひ、ね、安全なところにね、行っていただきたいなというふうに思います。また沖縄本島地方ではですね2日夕方まで積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風による被害も起こる恐れがあります。屋外活動などにはね十分注意していただきながら、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合にはですね、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また天気の急変にもですね注意が必要ですので、ぜひよろしくお願いいたしますということで、まだね台風の影響がね多く残っております。で沖縄電力さんからですね、台風7号に関するお知らせということでですね、現在、8時現在ですね、7月2日8時現在の、停電の地域ご紹介しましょう。本日ですね、地域として国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、名護市、恩納村、宜野座村、読谷村、読谷でも停電の方が発生しているようでございますね。上地と、波平、高志方でですね、停電の方発生しているようでございますね。ぜひね、そういった、方々復旧の方お待ちいただきたいと思います。でまた沖縄市、うるま市、北谷町、宜野湾市、豊見城市、糸満市、南城市、八重瀬町、渡嘉敷村、座間味村、粟国浦、渡名喜村ですね、トータルでいくと3500戸余りのですね、世帯で、まあ、方々が今停電の状況にあっているという形でございます。まあ、復旧の方はですね、本当に沖縄電力さんも全力で取り組んでいると思いますのでね、
そのままね、お待ちいただいてですね、復旧で、お待ちいただければなと思います。まあ、読谷村もですね、あざ上地と波平、高橋表、ね、この3カ所でも出ているということですのでね、一部地域では、ね、この停電の被害に遭われている方もいらっしゃると思いますが、そのまま、ね、復旧までお待ちいただければなと思います。で、沖縄電力のですね、ホームページ、こちらでですね、現在最新のですね、この情報というのは、開示されておりますのでね、その内容をですね、ご確認いただければなというふうに思います。結構ですね、まあ、災害情報という形でまだね、被害が、出ているところもですね、あるようで、このように情報の方がね入ってきます。この後もですね、十分ね、注意していただきながら、特に風ですね、暴風の方でねだいぶ収まったというふうにね、認識されている方もいらっしゃいますが、瞬間のですね最大風速っていうのはかなり強い、ものになっておりますのでね、この扉とか、開ける際に本当に、昨日はですね、まあ、空き缶って言いますけど、開けるのがね本当にもうなかなかきつくてね、建物のドアとかいうのもですね、まあ大変だったという形でございますのでね、そういったところではねまたね挟んで指を怪我をしちゃうとかいうこともですね、突風でありますのでね、そちらも十分注意していただきながらね、まあやっていただきたいなというふうに思います。まあ、観光で訪れた際という形ですので、いろいろとね、まあ、逆にはこの観光でね、なんか結構逆にね当たっていると台風にね、いう方もね中にはいらっしゃるかもしれませんね。本当にそういった方々はちょっと大変かもしれませんが、ぜひね、気をつけて、逆にねなんか持ってるというかいう形になりましたね。あ、ここでメッセージ来ておりますね、ご紹介したいと思います。はじめちゃんおはようございます。ミエリンです。はい、おはようございますね。昨日ちょっと先ほどね、流しましたが昨日今日と読谷村での台風体験は貴重な思い出となりました。いつ頃に抜けていくのかな、今日はまだ外に出られていないけど被害がないといいですということでですね、ミエリンさんからメッセージいただきましたね。本当にありがとうございます。本当にね、被害っていうのがね、ないでね、そのままね、まあ、本当に後片付け程度でね、進めばね本当にいいんですけどね、何かしら、ね、停電とかそういった被害もねちょく出ているようですのでね、まあ今日ねまあ遊ぶ予定というふうにねおっしゃっておりましたけどね、まあちょっとね早めにねお帰りできるようであればね、行ってほしいなというふうに思いますね。でね、もちろんレンタカーでね、こちら沖縄の方をですね、ミエリーさんたちもやっていましたけどね、まあ昨日がね、まあもちろん帰る予定でしたので、レンタカーとかもね、何ですか、まあ、返却の期日も翌日は、まあ、昨日の段階だったんですね。でもね、まあ、やっぱりこの台風の影響でそのまま滞在しないといけないということで、まあ、延長の方されてたんですけど、意外に私もねちょっとこの、まあ、横でちょっと聞いてただけなんですが、料金の方ちょっとお安いですね。まあ、3000ちょっとということでね、お話の方ありましたね。3000ちょっとで、まあ、1日延長ができる、まあ、プランによってそういったものがあるということなんでしょうが、そういったものなんだというふうにね、昨日ちょっとね、まあ、問い合わせをしている最中の、ね、風景をですね横で聞きながら、あ、すごい、まあ、お得というかね、まあ、災害という形もあってそういったものがね適用されている可能性は、十分にあるんですが、意外にね、まあ、リーズナブルというか、そういったものになっているんだなというのをね初めて知りましたね。まあ、ミエリンさんたちも ね驚いていましたが、まあ、貴重なね、思い出ができたということで、ぜひね本当にありがとうございましたね。まあ、初めてねこの泊まったね、帰れなかったというふうにね、やっているということでございますので、ぜひ
まあもうちょっとね沖縄の滞在楽しんでいただければな、読谷村もね楽しんでいただければなと思います。さあもう一通来ておりますね。ラジオネームがマンタキーの美奈子さんですね。山ちゃんおはようということで、おはようございます。宜野湾市は、伊佐からですね那覇に向け、那覇向けはすごい混んでいますと、読谷から那覇市へ通勤される方は気をつけてねということで、メッセージ来ていますね。まあ、これからですね那覇に向かわれる方ね、本当に伊佐交差点宜野湾市の方ですね、伊佐から那覇向けすごい混んでいるということでございますね。まあ読谷から那覇へね通勤される方も多くいらっしゃると思いますし、またね、宿泊されていた、ね、観光客の皆様がね、そのまま空港に向かうという、ね、道にもなっていると思いますので、ね、そちら、混んでいる可能性が高いということでございます。ぜひね、安全運転で、行っていただきたいなというふうに思います。なので、ちょっとね、早めに出るとかいうのをね心がけていただければなというふうに思いますね。本当に那覇向けすごい混んでるということでございますね。読谷村のね、大湾交差点の、まあ、交通量も先ほどに比べてやっぱり若干増えているようなね、ふうに見えますね。スピードの方もちょっと、各ドライバーの皆さん、早いなというふうにね私の方では目に映るのでね、安全運転でよろしくお願いいたします。森も嫌がる盆から先にゃ雪もちらつくし今もなくし
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。戦争レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーはレンタカー沖縄県レンタカー協会三助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーでございます。レンタカーお借りの観光客の皆様ね、レンタカーを借りる際にですね、レンタカー沖縄ドライブマップというのを受け取ったかと思います、ね、ドライブではね、まあ、初めて沖縄でドライブするという方もね、いらっしゃいますのでね、そういった方々向けですね、まあ、観光情報誌という形で発行しながら、ね、ドライブね、この運転に関するですね注意点などもね、これご紹介しているマップになっております。ね、ドライブマップということで、まあ、駐車場での、ね、事故に注意という形で、ね、ご紹介がされております。ページの2ページですね、沖縄の道路は滑りやすい、先ほども言いましたがね、まあ、アスファルトに石灰岩が含まれているからというふうに、ね、説が有力でございますがね、この今日みたいな雨の日ですね、運転十分車間距離を取りスピードを、ね、落としてください。その他にもですね、この台風とかですね、災害が起きた場合どうしたらいいのということで、ぜひね、情報をゲットすることをね、していただきたいと思います。台風が来たらですね、情報という形でですね、まあ、4ページね、強風によるですね、まあ、飛来物などをね、もちろん避けるというのもありますがね、ラジオなどでですね、書いていただきながら、情報を取って、ね、被害に遭わないようにするということをね、していただきたいなと思います、ね。FM 読谷は、FM78.6MHz でございます、ね。お聞きになっている方はね、聞こえていると思いますが、ぜひね、この情報をゲットしてね、まあ、台風にね備えていただきたいなというふうに思いますね。その他にもですね、地域ごとにですね書かれておりますので、ご確認いただきたいと思います。その他、観光という形ですのでね、もちろんそこで使えるクーポンなどもねありますよ。いっぱいお得が詰まった沖縄ドライブマップ、ぜひ活用してください。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時50分を回ったところでございます。本日も1時間お付き合いのほどありがとうございました。ちょっとね、まあ、台風7号接近に伴ってですね、少し番組の内容一部変更した形の放送になりましたが、ぜひね、今後も台風の動き注意してください。先ほどね、ちょっとまあ、進路図というのをね、私も見たんですが、まだ完全には抜けきってないですね。もうちょっと時間がかかりそうだという形ですね。まあ、ちょっとね、まあ、進路ね、これからも注意していただきながらね、まあ、頑張ってね、ちょっとね、まあ、気をつけていただきたいなというふうに思います。ぜひね、まあ、こういったところがね、次回というか次ね、沖縄に来た時のね、まあ、肥やしといっちゃなんですけどね、いい経験になると思いますのでね、まあ台風でね、楽しい、まあ楽しいと言ったらあれですけどね、なかなかいい、まあ、過ごし方をされたという方もね、中にはいらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひね、また沖縄読谷村に来てですね、
まあ、台風の被害に遭えとは言いませんけどね、ちょっとねまた楽しんでいただければなというふうに思います。まあこういったね、トラブルというかいうのもね、まあ旅にはねちょっとはつきものですよね。全てが予定通りに行くということがねできれば、本当に万事うまくいくと思いますけどね、そういったトラブルが出てくるからこそね、まあ、旅の魅力だったりっていうのもね、しますよね。地域のね、人たちのね、まあ、優しさなどにね、触れたりするということもね、あったかもしれませんね。なのでぜひ、ね、また読谷村にいらしてですね、楽しんでいただければなというふうに思います。ちょっとね私もね本日放送ちょっとゆるい感じになっておりますがね、まあ、ちょっとご了承いただければなと思います。意外にねちょっと若くないんで体力のね限界がちょっと近づいてきてまいりましたがね、まあなんとか無事放送の方ね、お届けできましたので、また明日もね、観光情報番組読谷ラジオ、やりますので、ナビゲーターどなたになるんでしょうか。一応あけぽんさんの予定だったような気がしますけどね、まあいろんなね、被害が出てないことを祈りながらですね、また明日お会いしましょう。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。また明日ね、ラジオお耳に傾けながら、観光情報をね、ゲットして読谷村楽しんでいただきたいなと思います。本日はじめちゃんでした。それではまたね、バイバイ。